皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。本日はファミコンのスペランカ挑戦していきたいと思います。リベンジ編になるのかな。前回やったんですけど、もう全然クリアもできずっていう形だったので、今回はもうね、全面クリア目指してやっていきたいと思います。ちなみに、ね、一面はすげー練習したんですよ、ゴールデンウィークの時に。なので、まあ一面ぐらいはね、簡単にさっくりとクリアしていきたいと思います。ただね、この主人公がファミコン史上最弱の、まあ、主人公と言われているので、どうなるかなって感じなんですけど、ほんとね、ちょっとした段差でやられちゃうし、爆風とかもギリギリまで逃げないと。はい、お化け。お化けは、なんか持ってるピストルで倒せるんですけど、ピストル使っちゃうとね、なんかなんだろう、残り時間なのかな？残り時間か、残り体力かわかんないですけど、それが減ってきちゃうし、また気になってます。で、この山あるでしょ？これ、馬糞なのかな？馬糞じゃないのかな？馬糞でなんか匂いが出てて、この匂いに当たっても死んじゃうっていうね。そんな仕様になってます。お化け多いな。よし。これはね、何が起きるかわかんないですね。今は残り時間が、増えました。こうでしょ。よしよし。で、こう落としちゃうんだからね。こう、はい、鍵取りました。2本目だ。基本的にはこのマップにある鍵を全部取って、まあ、ゴールまで行くっていう、そういうゲームになってます。ちなみに1面はね、あとは赤い鍵を1本取ればクリアになります。これね、ここなんか岩の細かくなった砂みたいなのが落ちてんのかな。これ、この砂にね、ほんのちょっとでも当たるとやられちゃうっていう。うわ、ほら、もう当たってないよ。あれ、多分ヘルメットのライトのところが当たっただけなのに、しかも粉がやられちゃうんだよね。よっしゃー、いけたよ。よし、よし、取れた。はい、赤い鍵も取りました。ね、あ、戻んなきゃダメだよ、これ戻んなきゃダメじゃん。おっかないよ。よしよし、危ない危ない。あ、ちょっと何が違った、今の何が違った。こうでしょ。じゃあ、すげえ練習したんだよ、これ一面。よし、いけた！いけたじゃない！いけた、いけた。で、アイテム回収して、あ、じゃあ、うわ、もう、ちっちゃい、そう。あ、ほら、ビビっちゃった。あ、大丈夫か。危ない、怖いな、もう。こう、ジャンプのね、なんでもないとこでなんかジャンプしてくれないみたいな。はい、でもまあ一面クリアしました。ね。ブツブツ言ってる間にクリアしましたよ。二面はどこだろう？あそこ行けんのかな？ここだよね、多分ね。で、爆風があるから、爆風じゃないのかな？本当は。爆弾をじゃあ逃げる。で、逃げすぎるとね、当たっちゃうから。はい、青い鍵をまず、ゲットと。で、これが、爆弾と。よし、行こう。おー、怖い。じゃあ、これね、上のアイテムとかも取りたいんですけど、極力ね、ジャンプしたくないっていう。よ、危ない。よし。
特にロープからジャンプするのがね、すげえシビアなんですよ、この判定みたいなのがね。よし、はい、追い風2本目。今こっちにもあったから、これはね、ミサイルから倒せます。あー、もうジャンプばっかり嫌だこれ。おお、怖っ。いけた。はい、帰りはこれにてね。あ、ここら辺で、ここでも倒しちゃうっていうね。主人公よりあのコウモリの方が貧弱かもね。どこでミサイル撃ってもやられちゃうっていう。あぶね。どうしよう、爆弾はあるけど、あのコウモリ倒しのあれが1個しかない。降りれるのかな。これもらっとこう。いけないよね、絶対ね。よし、うまいでしょ。あー、できた、できた。よし。あー、これ難しくない？いけた？よし。時間切れじゃん。ほら、焦らせるから。ダメだよ、焦らせちゃ。ね。はい、できた。よし。これでクリアかな？まだか？あ、クリアだ。OK、 2面クリアしました、多分。よし、いきなり嫌なところに。逃げろ逃げろ、危ねえ。お、いつ出た、ちゃうんじゃない3面も。このままちょっと、これ爆弾どこまで逃げればいいんだろう。ここでいいのかな。おー、助かった。これ通る。何もない。こっち何にもないから。よし。爆弾取って、こっちくれ。あの、あ、怖い。あれ？何これ？よし。これいけるかな？よし。ほら、ほら、こうなるんだよ、これ。あんまりで降りすぎても落っこって死んじゃうっていうね。よしよしよし。で、これ？よし。やだな、もうこの。あ、コウモリがいるから。これ使わないでいけんじゃない？よし、いけた、ほら。どう？あぶねあぶね。最後でビビるっていうね。あ、どうしよう、これ取った方がいいよね。よし。あー、できたー。もうね、無言
不安になっちゃうよね、スペランカーって。バスターに4つ食べたらいいっすか、あれ。いいっすか。これ取るでしょ。これ、こっちかな。なんだこれ。なんだい、なんかあるよね、きっとね。ああ、そういうこと。とりあえず乗って下行きます。下行きます。あ、あっちだった。あっちに青い鍵がある。こっちは。あ。あ、あれ取ればクリアじゃない？あれ取って、赤持ってるからクリアかな？クリアっぽい。あれ取り行きます。あ、の、あ、違う違う、下だ。あれ、これでクリアだよね。間違えてるかな。よよ、ほら、クリア。ここで終わりだっけ？もう一個あるんだっけ？ここで終わりじゃなかったかな。あれ？あ、違う、こっちじゃない。こうか。こうだよね。あのシワシワ絶対取れないよね。あれ？取れるこれ。わかんない。わかんない。ここまで来れると思ってなかったから、何にも調べてないですよ。あ、ちょっと！ビビっちゃった。抜けなかったね。これ取っとこう、一応。あ、嘘！やばい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 。これ、赤い鍵がいる。赤い鍵がいるってことはやっぱあれかな？これしか考えられないね。取れるこれ。この人無茶できない人だよ。できた！取れた！すげえじゃん、無茶できたじゃん。で、こっちだっけ？よし。アイテム取る。アイテム取る。お、アイテムいっぱいだ。よし、赤取ったでしょ。下になんかあんのかな。あ、やばいやばい、あっぶね、あっぶね。ここに青があって、基本的には鍵全部取んなきゃダメだと思うから、これ取れないよね。ああ、できた。画面から消えた。よし、消えた。よし、流れが傾いてきたよ。鍵が赤2本。やだな、これ。よしよしよし。よし。どうしよう、あれ、落とし穴だね。落とし穴がある。ああ、何にもなかった。ここね。ここジャンプ。よし。嘘、あ、あらあらあら、ちょうどあった。ちょうどあったけど、こっちじゃないの？なんもないんかい。
おこれで赤と青が1本ずつ、あれでクリアじゃない？あぶね、最後ね。ああ怖っ。はい、クリアしました。よかったー。珍しくスーパー下手プレイでクリアをすることができました。これこの後なんだろう、ループかな。コングラチュレーション。なんたらかんたらね、読めないっていう。オールザなんとかなんとかラストね。はい、ということで珍しいね、山チャンネルでクリアでんの。あ、こっからはループなんだね。色が違うんで多分難しくなってると思うんですけど、今回はここで終了したいと思います。で、また次回いろんなゲーム挑戦していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ、山チャンネルでも見よう、僕と二人で。今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。